今日はライフレー7のデモをします。今回のデモは例としてイベント会社の公開ウェブサイトを作ります。まずは、ウェブコンテンツを作ります。このページで、ウェブコンテンツを作って、タイトルや、画像、文章を準備しましたので、リッチコンテンツの編集もできて、それを公開します。それとは別でドキュメンタルメディアのところで、いくつかの画像を準備しました。それで、ウェブページを作ります。公開ページを、追加します。ページ名を入れて、レイアウトとしては、結構何でもあります。ここにいくつかありますし、好きなのがなければ自分のを作るのは、すごく簡単です。この場合は、ニコラムのレイアウトを使ってみます。ページができましたので、このページに、先に準備した内容を、入れましょう。コンセプトとしては、この、先ほど、保存しました、ウェブコンテンツを入れます。画像と、文章が表示されます。そのそばに、ブログ記事を置きます。これは2つの、スタティックコンテンツの例ですけれども、スタティックコンテンツだけではなく、アプリケーションも、追加できます。例えば、アンケートを入れましょう。アンケートをここで作れます。一つを準備しましたので、これにします。あとは、いろいろ、サイトマップとか、自動的に、準備していただきますし、iFrame で別のウェブサイトの紙をここに入れることが、ができます。あとは、例えば、ニュースのお知らせをここに置きます。それでウェブページが、作りました。このウェブページは今のところは、ライフレのデフォルトのテーマをクラシックというテーマを使ってますけれども、別なテーマで、見てみましょう。これも、デフォルトのテーマでメニューが、白い、この検索メニューがその風に見えますけれども、別のテーマを使ってみましょう。このテーマでは、メニューの見た目が変わりましたし、検索の、ボタンも、変わりました。あとは、画像は、もっと綺麗、な見た目に、されてます。テーマは普通に編集できます。ここに、コピーライトの、文字を、入れたいと思います。そのために、
テーマを編集しましょう。これテーマのソースファイル、テンプレートの中にフーターが見えて、ここにコピーライトを入れて、保存しましょう。まあ、フリーマーカーという言語で、作ってあって、フリーマーカーを使って、まあ、何の見た目でも、作れます。例えば、このレストランのウェブサイトとか、このウェブサービスの、ウェブサイトとか、あと、まあ、この、まあ、フィットネスアプリのウェブサイトとかは、違うテーマを使っています。私たちのウェブサイト、に戻って、リフレッシュすると、コピーライトが、来ました。自動的に、テーマを触ると、デプロイされて案内されます。ビルドとかはしなくても大丈夫です。自動的に案内されます。現代では、モバイルサイトは、まあ、非常に大切、なので、ライフレはモバイルファーストを意識して、このシミュレーションボタンを押すと、まあ、タブレットなどモバイルでの見た目の確認がすぐできます。比較すると、このメニューが、モバイルだとこのハンバーガーメニューの中に行きますし、まあ、タイトルも違って、検索のところも、形が変わります。デスクトップのウェブサイトで、横に並べてあった、内容が、モバイルだと垂直に配列されます。次は、ロギンのした人たちのために、プレミアムゾーンを、作ります。このプレミアムゾーンだけでインタビューなどを提供します。そうするため、非公開ページを作ります。プレミアムゾーン。これだけで、ロギンのした人たちだけで、だけが、ここに置くもの、を見えます。そして別のことですが、ライフレオーディエンスターゲティングを使ってみます。例えば、来週、エグザイドが台湾でコンサートしてて、今回は台湾の人たちに特にアピールをしたいので、トップページの前、このところに、コンサートのアナウンスを見せたいです。ライフレのオーディエンスターゲティングの設定で、まずはユーザーセグメントを作りましょう。セグメントは、台湾の、人たち、条件としては本当にいろいろ選べますけれども、今回は、ロケーションが台湾ということという条件だけです。複数の条件を入れることもできます。この、
ユーザーセグメントに対してキャンペーンを作りましょう。キャンペーンは、Exile Party 台湾。ユーザーセグメントを選択しましょう。複数のセグメントの選択もできます。保存して、トップページこのところに、アナウンスを入れましょう。これは、ユーザー解析の、キャンペーンコンテンツ。ここに置きます。と、その設定は、このキャンペーンを選んで、このキャンペーンに対象した人たちに、コンテンツとして、この、デモの前に、準備したコンテンツを見せましょう。それで、ライフレオーダンオーディエンスターゲティングができました。テストのためは、まあ、台湾に行かずに、このシミュレーションのボタンをまた使いましょう。普通の人たちはこのウェブサイトが見えて、でも、台湾の人たちというセグメントを試したいときは、このボタンを押すと、これですね。コンテンツが、トップページに来ました。それにつながって、まあ、コンバージョンレートの計算などが見えます。それで私のデモが終わります。質問があれば、egif.jp/liferay の、問い合わせフォームを使ってください。ありがとうございました。